田野大輔は、日本の社会学者、江南大学文学部教授、専門は、歴史社会学、ドイツ現代史、ナチズム研究、東京都生まれ、海上高等学校、京都大学文学部を卒業。1998年京都、大学大学院文学研究科博士後期、家庭研究指導認定大学。 大阪経済大学人間科学部准教授などを経て、2012年より、高南大学文学部教授、京都大学博士。権力の後ろ盾があれば、いとも簡単に、社会的に許されないことができてしまう、ということを学生に考えさせることを目的として、所属校である、高南大学で、ファシズムの体験学習授業を行っている。学生が同じ服装で、 ナチス式敬礼や球団などを体験することを通して集団心理が暴走することの怖さを学ぶというものである。この取り組みはアメリカ合衆国で行われたサードウェーブ実験を描いた映画ザ・ウェーブに電野が触発されて開始した。田野大輔大輔田の現代ビジネス。2019年1月31日閲覧。田野大輔、研究者。 リサーチマップ2019年1月31日閲覧研究者詳細田野大輔。江南大学研究者詳細2019年1月31日閲覧我が内なるファシズム東京新聞東京ウェブ2019年12月11日閲覧杉原里美ファシズム体験麻痺していく学生たち服従する快感 朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2019年12月11日閲覧。田野大輔私が大学でナチスを体験する、授業を続ける理由。現代ビジネス。https コロンスラッシュスラッシュ現代 .ismedia.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ563932020年8月16日閲覧。 星野学ぶ大阪経済大学准教授、田野大輔さんナチズム体制を、美から読み解く、朝日新聞2007年10月27日夕刊 B 土曜6面、P10。井上翔一、愛と欲望のナチズム田野大輔著、日本経済新聞電子版、2019年12月11日閲覧。ありがとうございます。